自分は恵まれてるなんてすごい、そうなんでしょう。でもある意味でつぐつぐなんかやっとね2年経ってそういう風に、うん、思ったんだかだけど、いやだってさね、それだけ皆さんね気持ちが前向きにやったんだよね。来た頃はね皆さんいややっぱりね、もう本当に外されるのも嫌だったもんね。なんかこうやってみんなで教えてもらってみんなして楽しくねやったんだ。私もゾンビになったんだよ。みんなここに来れるのが楽しみになってくれちゃうから。うちの脇が山ってなってるんですけど、うち前これタイヤの方ハウスあったんですよね、苗作る。そこのとこにこうすごい穴、イノシシが来たんだね、庭までね。2カ所ぐらい穴、大きな穴。そしたらそのイノシシは根津なの。ミミズとか球根、こういうの食べるんだってね。そうそう、だからこの少しでもミミズの匂いしたり、球根のた花の球根ね、グラジオラスとかダリアでも何でも球根食べるんだってな、イヌシシな。うん、NPO さんたちの大会があるみたいで、そこでブースがあるみたいなんですけど、クナンザルって言って。9匹の猿が南天の木で、苦難猿で、苦難が少しでも早く去るようにってことにみんな願いながら作っている。これが南天の木じゃなきゃ意味がないし、9匹のこの顔が猿の顔みたいじゃないですか。で猿なんですけど、猿の表情を出すのに風船カツラの実なんです。これ模様がちょうど三角のとこあるのよね、これね。でね、これが舞なの。いろいろそれでのぞみさんに来てくださったんですよ。その小田さんという係の方が山梨から浪江の役場に用事があるついでに、その時に見てたこの猿ボボとか気に入ってくださって、じゃあこういうのあるといいねなんてことで、今度これにちょっとこうレシちょっとした説明書きつけて、販売するんですけども、山梨で10月から2日間販売しますので、来てください。